頼む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 、うわーこれダメだ、いやーこれ左側空いてたらまだいけたのに、やべ、何真ん中の何か変なの残ってるんですけど、今回は新1号新2号を使うんですけど、これ2つ超あるじゃないですか、超 AGB と超ウィンドウで、これ2つの超が役に立つ水属性のクエストどこかにないかなと思って実装された当初から探してたんですけど、見つけられなかったんですよね。ただついに見つけたんですよ。でそれがどこかっていうと22の極重力あるし、でボス覚醒したらウィンドウやってくるじゃないですか。だから2つの超が発揮できるところなんですよね、ここが。で今回はここで使ってみてやります。まあダメ用は対応しないけど、その辺は誤差でしょ。でこれをで SS もミカサ使ってみた動画ここで見たことある人ならわかると思うんですけど、結構たまに SS 打ったら削れるんですよね。だから、まあ、とりあえず頑張って、まあ、ノリで SS 貯めて、まあ、気合で貯めて、であと SS 打てるようになったら、あと割となんとかなると思うんですよね。これはい、であとはできるだけダメを回避しながら、あーやべもうダメを回避できねえでダメを回避しながらうまいことやっていけば多分なんとかなると思うんですよね。はい、でこれ意外と知られてないかもしれないんですけど、ダメを即死じゃないんですよね。だから全然耐えられるんですよ。で攻撃もそこまで頻度多くないので、ダメージもほら全然大したことないじゃないですか。だからこれで結構いけると思うんですよね、その耐久 SS だね。はい、ここでカンカンして、でしかもドレインでちょびっと回復できる。これでいや多分なんとかなるんじゃないのかな、まあ、基本は多分 SS だねのが。でこれはい、あーこれが多分限界かな。ここでカンカンして、はい、でここでほらいい感じに回復、いやー倒してほしくなかった、もう一旦ぐらいは頑張れたのに。まあ、こんな感じで SS 貯めていけば多分ボス戦ぐらいから SS 打てるようになって、もうあとは SS ボンボンボンで終わると思うんですよ。はい、まあ、SS ドッカンバトルで多分なんとかなると思うんですよね。はい、でこれで置いとく。でこれは上かで、これをじゃあこう薄く、いやーこれちょっともうちょっと薄くないけど、1回触れてでドレインで回復できるから最悪 HP0 になっても、はい、やべ倒す、よしよし生き残った。だから HP0 になってもドレインで耐えられるから、いやいけるんですよね。でこれはい、であとやっぱり仮面ライダーコラボから始めた人もいると思うんですけど、まあ、ちょっと希望を持たせたいんですね。いやーダメオ重力の貴族性のキャラお量とか全然いないよっていう人も、いやこれでなんとかなるみたいな、そういう希望は持たせたいんですね。希望はできるかどうかわかんないけど、でこれはい、ほらダメオ2万しか食らわないんで、すごい優しいダメオなんですよね。蓬莱だと確か3万ぐらい食らったはず。これはい、でこれはねやっぱできるだけ耐久したいから、ここでまあ置いときの、やべ意外と削る意外と削るでここは次は1かどうしようこれ。そしたらうわーこれどっち動いてもあれだな、こう打ってここ抜けて、はい、ここ抜けて何もいかない、うわ強すぎるやべえ、うわーここめちゃくちゃごちゃごちゃしてて耐久しやすそうだったのに、どうしようかなこれ。今これ 2P でしょ、だから 3P はこの魔導士の間で適当にカンカンしてれば耐久できる。いやこれ耐久すること考えなくちゃいけないからね。で 1P はこれカンカンできるから結構耐久度高めいやでもこれ耐久しすぎるとそれはそれでよろしくないんだよな。はい、これはい、ここで間で置いといて、はい、で多分これでどこに行ってもその魔導士と弾の間でカンカンできる。 4P と 1P も同じことしてカンカンできる、結構いけるはず。だからここを、はい、ここでカンカンして、えよーし OK、 はいセーフねやべこれいけるかな SS、 やべこれボス1でも絶対たまんないよね。でトリケラは倒せなきゃいけないから、その辺はちょっとちゃんとしとかないとあれなんですよね。はい、ここは置いとく。ほらめっちゃ回復、めっちゃ回復する。ただただいやただトリケラ残るのもそれはそれで良くないから、ちょっとトリケラは倒しておきたい。だここをここを薄く横間で、はいはい、でここでカンカンしてトリケラ倒す。いやこれで頼む、上あーダメか、上に展開できるとこれカンカンしていけそうな気がしたんだけどね。そしたらこれはいやこう打って弾の左行きます。はい、砂時計出てほしいんだよな、砂時計。でこれでカンカンして、よし生き残った、頼む頼む、上来て、上
からなんとかなる。よし。で、あとは、ここを気合で、ここ気合で下に入って、カンカンして耐久するしかないんだよな。ここをうまいこと下に入って耐久してカンカンするのをなんとか頑張ればいける。失敗したら、これ戻ってきます。で、ウンボもやっぱりね、始めたての人はウンボ一体できるかどうかだった気がするんで、やっぱ希望持たせたいよね。うん、やっぱこれ薄めだな。もうこれ結構運だな、運。はい。頼む、下入って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 下、下、下入って、おお、よし、来た、危ねよし、これでなんとかなったぞ。今なんかクリティカルっていう数字見えた気がするけど、今回は、はい。はい。で、これ縦貫して置いといて、多分削り切ってくれるよね。ミカサでいけるから、おそらくいけると思う。あとは、できれば下に行ってくれると、キンハート回収できてありがたい。どっち行くだろう、下、頼む、下がいいな、下。お、うわ、上か。いや、でも余裕そうね。二段階目打てるなら、多分すごく強そう。よし、これは多分いけるんじゃないか。あとは二段階目も一回打てると、多分それで削りも大きくできるから、すごく強そうな気がするんですよね。あとは、まあ、これとりあえず暴れて、はい。はい。で、暴れて、暴れて、はい。で、ここ弾の間でカンカンしてればいいから避けられる。できれば 3P、 いやー、でも誰で SS 打つか、これ誰で SS 打つのが一番いいんだ。 3P で打ってもこれあと、そうね、 SS 打てるのはさ、2段階目開幕で打てるのは 3P だけだから、だからできればこれいい感じに削りつつのあれかな、追撃がいいのかな。縦勘でとりあえず魔導士は倒して、で薄くいってその対象の弾だけ倒しとく。で、弱点強化を多分右の弾2体に打っとけば多分いい感じになるはず。はい。お、いいんじゃない、お、お、いいんじゃない、これ、すごいいい、すごいいい、すごいいい。で、多分どっちかに追撃打つから、それで結構入るはず。1段階目だとどうだろう。はい。で、ちっちゃいから弱点関係なしにちゃんと盾で拾ってくれるもんね。いや、これはすごいいいところ。で、これでどれだけ削ってるか。ゲージ飛んでないかな。飛んでるともう 3P で打って終わりなんだけどね。 4P で打って、はい。あー、ダメか。やっぱ 1P だとこんなもんね。で、ここで倒すと、あ、いや、ここで倒すのが一番いいのか。そしたら 4P で適当にやり過ごす、 1P で SS 打つ、で、ボスあれで打てるもんね。うわー、これ、うわ、削り切れるか。ここで、うわ、これ、うまいこと入れる自信がないな。で、ここを、ボスの弱点あたりでバウンドして戻ってきて、で、この、弾の間カンカンが一番理想だけど、いけるかな？ボスで帰ってきて、壁で、はい。よし、OK！ よし！いや、これ、いや、クリティカル、いや、これは、多分大丈夫でしょ！いい感じ、ゲージ飛んでなければ許してください。で、これはいい。ゲージ飛んでたらもう気合で帰ってくるしかない。どうだろう。おー、いい感じじゃないですか？で、そしたら、まあ、これは適当に、いや、でも別にいいか、あれだもんね。これ平均、はい、置いといて。いや、これでもう勝ったんじゃないの？いや、これもう余裕で勝てるでしょ。で、あとは、まあ、これで仮に変な大暴れして、弾全部なくなるみたいなことが起きたら、もうそれで積むけど、多分それがなければ大丈夫。はい。まあ、横勘で確実に、下の誰かは残す。はい。はい、はい。お？あ、これだけ削れるともしかしてラスゲいらないんじゃない？ここで終わっちゃうかな？ 2 段階目の SS ちょっと見たかった気もしたけど。はい。あー、ダメ、まだラスゲ残りそうね。そうね。いや、ま、残るけど、まあ、残るだけだから、多分もうかると、これ、打って俺、いや、これいけたね！そんなに30分ぐらいで終わったから、意外とこれ、割とありなのかな？おー、もう終わりかけじゃん。ま、これ置いといて、はい。でもこれあと打っといて、弾適当に倒して、で、あと SS 打って、あれだもんね。縦勘で適当に避けとく。はい。これもあと適当にだ。こう縦勘で薄くずれていって、まあ、これ最後拾っとけばいいだけだから、はい。はい。だ、これ薄くいって、はい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 。おー、危ねえ。あれで倒したかと思った。で、これは多分弾に追撃行くんで大丈夫なはず。でも全然 HP 残るね。やっぱすげえ優しいし、ほら！で、7500の2億6000万か。やっぱワンパンは全然2段階目でも無理そうね。多分1ゲージ飛ばしくらいが限界なのかな。2体積んどくと SS2 発で終わりみたいなことできそうだけど、まあ、あんまり実用的じゃないっすね。ごきげんよう。